はい、こんにちは、マリモです。今回はまあツイッターの方にも書いた通り、ルイージマンション2のオンライン実況プレイをやっていきたいと思います。このルイージマンション2はですね、あれ、僕が最初にゲーム実況をした時の動画です。まあ別にそれは結構前で、ちょっとまだ子供だった頃のやつですね。で、まあそれを投稿するつもりはまあ今のところは全くないです。で、今までなんか体育祭とか言って休んでいました。この体育祭もまあ無事に終わり、まあ今回ノーカット実況やっていきたいと思います。ちなみに僕のファイルはなぜかファイル2なんですね。なぜかって、実はこれ中古で買ったんで、まあではゲームやっていきたいと思います。マルチプレイ、まあインターネットですね、これは。で、僕体育祭の方なんですけど、なんと見事に優勝しましたね。体育祭優勝しました。まあこういう人のところにまあ勝手に入るのもいいんですが、でもなんかやっぱり、まあまずはこのハンタータワーからやっていきたいと思います。今ちょっと体育祭が終わって、今優勝したっていう喜びの状態から今撮影してるんで、まあ今すごいなんか熱い。これ待つのが本当に時間かかるんですよね。本当にこれ来るのかわからないです。で、体育祭は実はまあ7チームと戦うんですね。で、まあその中で見事に優勝で、僕実は初めてトロフィーを間近で見ました。で、初めてトロフィーの重さとかも確認できましたね。お、そう言ってる間に接続されましたね。ナッパー、せっかくだから 3,4 人は欲しいですね。まあ抜けないことを願いましょう。じゃあもうそろそろ始めていきたいと思います。お、抜けてしまいましたけど、まあまあよろしいでしょう。あ、え今ちょっと待ってください。今ちょっと一人になっちゃいませんでした？気のせいですかね。気のせいならいいんでしょうが、いいんですがね。あ、やばい、一人しかいない。こりゃ実況やる意味がないので、マルチプレイメニューに戻ります。で、もう一回インターネットを接続し直しますね。本当になんかすみません。もう一回ハンタータワーくっつけました。なんで消えちゃったんでしょうか。僕のインターネットのあれが悪いんでしょうか。ここ Wi-Fi 一応飛んでるんですけど、 Wi-Fi は飛ばしてるんですけど、ちょっと遠いんですね、実況部屋。じゃあもうこれでやっていきたいと思います。これ多分すっげえ長苦しい動画になっちゃうと思いますね。かっこ今体育祭の後なんでとっても眠いですね。だから僕そんないつものようにハイテンションは実は出せないっていう感じです。と言ってる間にストロベリーさんが入ってきましたね。このよく読めない、なんかこの人。よし、始めましょう。絶対抜けないで。お願い、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 お願い。よしよしよし。まあ、3人いれば良いでしょう。確かプレイヤー4ってちょっと嫌ですよね、なんか。プレイヤー4ってなんかさ、ルイージピンクやし、なんかちょっと嫌だっていう人もいるんですよね。ハンターフロア、ハンタータワー1階。フロアのお化けを捕まえろ。あ。
久しぶりにオンラインプレイ。っていうか、僕だけなんで部屋が違うのでしょう。あとの二人実は別の部屋に。おっと。あれ、あれ、どうやるんだっけ？こうか。あ、ちょっと、今、手こずっております。やり方をとっても今忘れています。なんだ言ったより、これをやったのは子供の頃の話で、僕はもう結構だいぶ前なんで、やり方を忘れているっていう感じですね。ここも鍵があるな。これなんかいかにも落ちそうだよな。いや、落ちないか。ちょっとまた LINE の方がうるさいのですけど、まあそこはまあ気にしないでおいてください。これ走れるよな。走れるな。これ鍵が欲しいな。なんだっけ。鍵をゲットしましたね、このオレンジの方。あ、ここなんかありそうですね。絶対この中なんかありますね。ないですね。こりゃなかったですね。僕はちょっとゆっくり休んでいましょう。僕は体育祭で今疲れています。ちなみに挨拶ってどうやってやるんだったかな。ちょっと待ってください。この鍵をあそこで取らないといけないんです。ああ、今左の十字ボタンを押したら Thank you very much。 Good job。 で、こっちこっちが上ボタン。 Help、 Help が下ね。あ、わかりました。まあ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 。よし。覚えました。はい。多分これが最後のお化けでしょう。退治していきたいと思います。はい、吸い込み開始。ちょっと、今ちょっと部屋汚いです。編集する記憶もない人がね、こんなね、部屋片付けてる記憶がないのですよ。ってか、いつも汚いんですけどね、部屋は。フロアをクリアしました。どっちだっけ。あ、間違えました。グッジョブでした。下ヘルプでしたね。急ぎましょう。これはどこにワープするんだ。くそ、騙された。あー、皆様に迷惑をかけてしまいましたね。あー、やばい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 ね。行け、間に合い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 。オッケーです。間に合いましたね。フロア1階、クリアです。僕は何もしてませんね。ちょっと見てるだけでした。ただ実況しているだけですね。ストロベリーさんがスロットに当たって、ストロベリーさんだけ地図が見えてるそうです。2回チャレンジしていきましょう。なんとオレンジ色の人がグループから抜けてしまったそうですね。ちょっとこれはとても残念なことですが、っていうか一人持っているだけで見えるんですね。ここはもうこの青い方に任せて進んでいきたいと思います。あ、これ明らかに怪しいですね。ちょっともうつっついちゃいましょう。で、この今絶対バグってましたね、これ。
じゃあまあここの、あ、これ絶対怪しいです。つっついてやりましょう。ゴーンですね。はい。はい、吸っちゃいましょう。はい、OK です。今回こそ赤コインを集めていきたいと思います。ワープです。いや、そこワープしてもな。じゃあ、君は下をお願いいたします。いや、君バカじゃない?君バカや。君やってることバカや。青い人ちょっとバカですね、これ。僕が上を行くと言っているのに、同じついてきましたね。この子はカマチョなんでしょうか。カマチョというのはね、かまってちょうだいの略ですね。ハンターフロア3階。部屋の中に墓地があるっていう不思議な空間。ここからちょっとずつ難しくなっているはず。どんどん進んでいきましょう。はい、ここ怪しいですね。いかにも思いますね、お化けが。いいですね。どんどん掃除機の中吸っちゃいましょう。にゃにゃにゃー、にゃにゃにゃーじゃないよ。にゃにゃにゃーじゃ、にゃにゃにゃーじゃな、このにゃにゃにゃーは任しちゃいましょう。ワープして、たまにワープがないときがすっげーダサい。これ怪しいの。OK です。もう一回こうから。OK です。今人の明らかに奪い取りましたね。最低です。多分ですね、一個鍵を探しましょう。これをちょっと吸っていたずらしちゃいましょう。あれ?あれ?もしかして。あ、びっくった。ふふふ。で、遊んでる暇があったら早くお化け退治をしろっていう話ですね。はい、どけどけ。今、鍵が俺は必要だ。多分、こういう隠れてる便器の中に OK、鍵がありました。はい。進んでいきましょう。ここですね、きっと。お化けさんがいらっしゃるのは。多分これはダークライト系ですね。違いますね。あれ、どこ、ああ、ありましたね。ここですね。ちょっとやめてくれ!こりゃなんか、もう吸い取っちゃいましょう、どんどん。タモリ。タモリをやっつけちゃいましょう。タモリ。タモリ。え、タモリ、俺だよ、今、タモリ。でもさっき、タモリ取っちゃったから。お詫びだ。お詫びだ。お詫びだ。音聞こえてる。バカしたぞ。早く倒していきましょうよ。これで OK なんじゃないでしょうか。簡単じゃないですか。僕でも倒せない。ここですよ、難関は。こいつも倒せないなんてバカやわ。こいつどうやって倒すんだっけ。よーし、OK です。吸っちゃいましょう。はい、クリアですね。はい。手分けして赤コイン。はい。意味ない動きは。間に合い、間に合い、間に合い、間に合い。
俺の方、オッケーで、え、青い君、何をやっているのかね、あそこで。ちょっと僕をバカにしているんですかね。ソルベリーって女性でしょうか、男性でしょうか。そこはちょっと気になるとこですね。もうちょっとでボスですね。4回やっていきます。長いですね長いですね。次こっちですよ。これどこにお化けが、あ、ここです。つっついちゃいましょう。またお鍋さんですね。どすこいラーメンですね。どすこいです。お、危ないですね。てかもう死にかけてますね。ちょっと待ってください。こいつ、ちょっと待って。ちょっと、待ちなさい。待てなさい。よし、OK です。これで、俺が死んでも大丈夫ですね。OK です。命がけです。あ、いいとこ取りですね、この人。まあ、いいでしょう。いいとこ取り出して、まあ、僕もいいとこ取りします。いいとこ取りっていうか、まあ、あそこの部屋で苦しんでもらいましょう。死にましたね。やばいぞ。おい、やめろ。違う、そういうのじゃなくて、ここ、オッケーです。僕が死んじゃいましたね。助けてください。ミッション失敗だと。マジですか。グッドナイですよ。ほんと、グッドナイ。グッドナイって永遠に眠り続けろって意味でしょうかね。じゃあ次はチェイサータワーの方をやっていきたいと思います。あ、ごめんなさい、クライマータワーの方ですね。はい、ではおっと、スティックさんですね。スティックさんはなんかちょっとすごい方らしいです。キノピオさん、最後他のプレイヤーは誰が来るんでしょうね。やっぱゲームの内容変えると、やっぱ多分常連さん、キノピオさん、もうここほど楽しいとこはないのに、皆さん、ここは YouTube ですよ。ほんと暇ですね、これ。あー、もう眠いのにいらっしゃらない。このマリモってそんなみんな興味を持ってくれないのですかね。千尋さん、オッケー、始めていきましょう。この方たちはまだ始めたばっかの、あれ、初心者さんたちですね。1,2,3,4,5 さんって、1,2,3,4,5 クエスチョンさんって言うんですね。
ちょっと名前が長いですね。20分29。みんなで言いますね。てかこの人たちは何をやっている。センキューベリマッチしか言ってへんな。うるさいわ。多分こっちじゃない。あ、こ、ちょっと待ってよ。センキューベリマッチ言ってるわね。終わる。絶対終わる。絶対終わる。早く来。ちょっと待って。あのピンクの野郎。ピンクの野郎が、うっしゃの地図だと動いてない。あ、終わった、終わった。オーケーオーケーオーケー。もうこれはいじめですね。もうこれは完全に。ちょっとこれはひどい。これはひどいいたずらだと思います。これはひどいいたずらだと思います。どうしましょう。もう一回ぐらいチャレンジしましょうかね。もっとちゃんと頼れるいい仲間たちと出会えることを信じましょう。ありがとうしか言わないなんていい仲間たちなんですかね、本当に。じゃあもう一回やっていきましょう。やっぱオンラインってこういう感じなんですよね。やっぱもう裏切りもあるし、だからっていい仲間とも出会える時もあるし、もうこんなの運次第なんですよね、はっきりと言うと。もしルイージマンション2の大会などがあったらどういう感じでしょうかね。このさんとディアランさん、もう開始しちゃいましょう。もう4人とかいると裏切りが発生する率上がるので、今回3体でやっていきたいと思います。ルイージが3体もいるって考えるとちょっと怖いですね。クライマータは時間切れになる前にゴールの部屋に進め。スタートです。勝負です。ハンター、ハンターじゃないので、このお化けたちと戦ってる暇はこの世にない。おっと、へ、ヘルプです、ヘルプです。もう嫌です。え、抜けちゃったんですか。ちょっとちょっとちょっと、オレンジの方がいい人らしいです。でも早く助けに来てくださらないかな。嫌ですよ、こんなとこで。もう嫌です。もう死にますよこれ。いい加減フラから回っておきましょう。はあ、よかったです。助けに来てくれました。ちょっとちょっと助けてくださいよ。ちょっと早く早くしてください。何をしているのですか。は、早くタイムを急いで。違う、よし、タイムです。はい、OK です。早く、ワープして。タイム、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 トーク。タイムないです。あ、大丈夫です。ちょっと。あれ？ここじゃない。ってことは、ここですかね。
え、ここでもない。え、ここでもない。やばいオッケー、危ないです。ないですね。あります。タイム違う、タイムじゃない、タイムプラスをゲット OK です。ここもないんですか、ちょっとやばいですね。タイムプラスゲットです。はい、大丈夫です。はい、進んでいきましょう。25を見つけました。こっち、ここはどこにワープしているのか。あ、そんな距離変わんないですね。いや、絶対殴られましたね。危ないですね、これ。いや、暴走族ですね、もうこれ。タイム、早く来てくださらないですかね。急げば間に合います。早くしてください。あ、 OK です。早く乗っちゃいましょう。はい、ありがとうございます。 Thank you very much ですね。これ大して赤コイン取れい。ちょっとこれやばい。ちょっと待ってください。あ、絶対これ間に合わないですよ。え、ちょっと今赤コイン消えてましたよね。今絶対赤コイン消えてましたよね。あ、ちょっとは、2階、クライマータワー、やっていきたいと思います。1階の時点であんなにレベルが高かったんですよね。もうなんか部屋がいろいろ入れるらしいですね、今回。早く見つかるといいんですよ、こういうの。ダメです。あの人にタイムを集めを、まあ、任せておいてと。ここ何もないですね。こりゃ引っ掛けですね。探しましょう。探しましょう。地図を取っても意味あるかもしれないけど、地図はいらない。僕は探すことが熱心なのだ。ありました。大丈夫です。急げば間に合います。え、へい。早く来てくださらないのですかね。ちょっとあの方は何をワープを。はあ、何を、上に行かないでください。あの人ば、うわ。痛い。ちょっと待ってくださいよ、あの人。え、こっち？なんでや。時間ねえじゃん。早くしろ、早くしろ、早く、おいおい。あ、危ないです。危ない、ハラハラしちゃいましたね。ここの部屋は任せた。
間に合わなかったんですかね。消えましたね。フロア2階も楽々とクリアです。おっと、グレードアップしたオバキュームがレベル2状態になりました。3階やっていきましょう。クライマーフロア、はい、やっていきましょう。お、見つけました。ここは入れるのでしょうか。入れないですね。ちょっと待って、熱い熱い熱い、違う、ハート。まあ、いい勝負、いい勝負、いい感じだったでしょう。じゃあ残りの時間で、じゃあチェイサータワーやっていきたいと思います。いつもだいたい15回ぐらいでやっちゃってるんですけど、今回動画のために5回までっていう設定にしてます。まあ、チェイサータワーとは、まあ、これ、犬、ドッグ。ああ、英語ちょっと苦手ですね。ドッグしかわからないです。っていうのはもちろん冗談ですね。はい、で、この犬を探す、ゴーストドッグを、ハンター。ゴーストドッグハンター。ゴーストドッグハンター。ですね。ちょっとなんか下手すぎる英語を言ってしまって、なんかすんません。 Thank you very much. Help. Good job なのに、こっちの通訳の方で Good job って書いてます。 Hey, come on. ですね。まあ、そんな変なこと言ってない、言ってる間にって言って手も来ない。あ、そんなことを言ってる間に、キングテレサ、あの、いや、青いルイ、キングテレサがルイジに化けているようですね。チェイサーダバーは多めの方が多分やりやすいと思います。どうしましょう。来ないんですかね。今回のルイージマンション2スペシャルは、まあ、45分っていう決まりの尺でやってます。こりゃ待ちきれませんね。うわーって言ってる間にいなくなってしまいました。ここ全然始まるね、つまんねえのってやつですね。あー、ちょっと首がキングデレザーだ。なんでもカンカンさん。カンカンに怒っていらっしゃるんでしょうね、きっと。カンカンさんなんて。いや、そっちじゃなくて、空き缶の方でしたっけね。カンカン。いや、キャンキャン。お。この、カンカンさん&いつきさんでやっていきたいと思います。チェイサータワー、フロア数5、レベルノーマル。チェイサーフロア1階、オバケンを捕まえろ。多分これね、てかタメ口になっちゃいましたけど、これ多分1、2回でちょっと終わ、1、2回で多分終わります。強制です、そこは。動画の尺は伸ばせないので。編集で繋げないんで、今回ノーカット、ノー編集です。これ、お化けん3体ぐらい捕まえた気がする。覚えてない。あれ？あれ？
わけどこに、あ、ありました。皆さんこちらですね、こうやった、こうなんかありますね、こっちっぽいですね雰囲気、なんかありました。あ、見つけました。ちょっと頑張れ。よっしゃです。え今に今吸ったやろ。いや吸ったでしょさっきのや。 1% だけ残ってたね。足跡はないですね。はい、足跡を探しましょうと思ったんですが、こっちですね。多分この部屋にいらっしゃるのでしょう。ここから出てヒントがないんですよ。どういうことでしょう。ヒントがない。ちょっと名探偵気分です。どこに行ってしまったんでしょうね。こっちに、いや鍵です。あ、わかりました、これです。よし OK です。なんかボッコボコにされてますね。で、はい、頑張って集めちゃいましょう。レッドコインですね。あれ？はい、OK です。早いですね。多分あと一回ぐらいで終わっちゃうんじゃないかな。って思ってます。マリモマリモさんまだ当たってませんね。うえぇーキャンキャンさんです。いや、違います。いつきさんです。いつきさん、掃除機を吸うスピードが2になる。2倍ってそんなあんまり感じないんですよね。3倍は結構歯応えあります。なんか超気持ちいい。なんか吸い応えがありますよね。やっていきましょう。おばけん、お、足跡があります。これです。いきなりおばけんを見つける。いきなりおばけんを見つける。で、次はここら辺にいらっしゃるかと思うんですよね。ああ、プレゼント持っています。これは、プレゼント。ひどいプレゼントですね、これは。で、どこでしょう。ありましたね、これ。証拠はあちらです。これですね。はい、見つけました。吸っちゃいましょう。吸っちゃいましょう。
OK です。じゃあ赤コイン集めましょう。ちょっと僕上担当します。いや同じことしちゃっても意味がないから。あ、壁でした。ちょっとボケーとしてましたね。じゃあ次の3回ぐらいまでまだいけそうですね。途中で動画はブチ切れる感じで終わりたいと思います。だからまあ最初にまあご視聴ありがとうございましたって感じで言っておく設定にしておきたいと思います。あ、スロット当たれ、スロット、あ、いけ、よし。僕マリモがなんかスロット当たっちゃいましたね。これでなんかダークライトってかやつ使わないでも見つけられる。あ、チェイサータワーではなんかとてもなんか有効ですよね、これ。ほんとお化けの足跡が見つかるっていう。おお。探しましょう。犬のお家を。ここにはないです。ないです、ここには。見えないもの、見えぬものが簡単に見える。お。ここですね。見つけちゃいました。今回は早く終わりそうです。早く終わりそうじゃないですね、これ。こっちです。ここですね。タッチしてください。みんなで吸っちゃいましょう。